なんて読むんあれ。はははいに。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでいきますか。犬同士の結婚に注意。ん？どういうこと？犬同士の結婚に注意？なぜ注意する必要があるの？別にいいやん。なになに？びっくりした。敵か。レッサードッグが現れた。何レッサードッグ？レッサーパンダではなく、なでなでがめっちゃある。少し手を伸ばしただけでレッサードッグは興奮した。へっへっ。怖い、なんか。でも可愛いけど。レッサードッグは興奮してワンワン吠えている。他の、そっとレッサードッグに触れた。すでに尻尾はちぎれんばかり。めっちゃ振り寄るんや。はぁ、はぁ。あ、そっか。レッサードッグは興奮してワンワン吠えている。なにこれなにこれ、おもちゃのナイフ、雪だるまのかけらないっすか。あ、そういうことか。私が相手のところに移してしまったんか。びっくりした。なでなで、レッサードッグをなで、なんかどんどん首伸びていきよら。頭を持ち上げて手のひらにグイッと押し付けてくる。あ、そっか、これは動かんといかんねよね。え、あれは端っこの方に受けたら大丈夫ってことか。あ、これもうあれやん。見逃せるやつやないか。ほら。首が縮まった。縮まったよ。なにこれなにこれなにこれ。なんか出てきた出てきた。なにこれ。え？なにこれ、なんか×マークが。てか、どういう状態これ。ちょっとよくわからないんだけど。なんかここに×印がついてるよね。これは一体なんなんやろ。わからない。入り口、バツ印、出口はこれ、ちょっとよくわからないけど、そこはなんかトゲトゲがあるけんいけんっぽいね。何かを解かんといかんのかな。え、何もできなくね。標榜が現れた。ジェリーも来た。何そのついで感。なんなんそのついでな感じ。標榜、どっちが標榜？ちょっとよくわからないんだけど、褒めよ。標榜の帽子を褒めてあげた。かっこいいね。帽子がでかすぎて聞こえないな。左側が標榜なんよね。痛い。怖い。何それ。どういう状態？ジェリーはでかいあくびをした。ジェリーが真ん中のなんや。なんかついで感あったのに、真ん中のがジェリーなんよね。じゃあとりあえず、標榜の帽子を盗めばいいんじゃないこれ。標榜の帽子を盗もうとした。もう少し弱らせないと盗めない。やっぱりこそ泥め。ちょ。そういうつもりじゃ。いや、盗もうとしたんだけどね。怖い。ジェリーは手で口を覆わずに大きなくしゃみをし、やめてよ、唾が散るじゃねえか。標榜、ジェリー。置き去りにする？どういうこと？ジェリーがよそ見をしている隙に他のモンスターと一緒にバックレた。この帽子いけてる。あ、僕のだ。ちょ、痛い。ジェリーがいなくなった他のモンスターたちは喜んでやる。やめてあげてよ。なんなの、いじめなの。無視する。標榜の帽子からなんとか目を背け続けた。標榜は苛立っているようだ。ねえ、僕の帽子見えてる？見えてるよ。見えてますよ。じゃあ褒め続ければいいんかな、もしかして。そういうこと？標榜はこちらが帽子に注目しているか、こっそり確かめている。褒めよ。標榜の帽子を。ぷ、今更じゃない？はぁ？ちょ、待って、なんか、ゼリー現れたけど。何？考え中って。何を考え、いや、痛い！痛い。リターンオブジェリー、帰ってくんなし。ちょ、待って。雪だるまのかけら。ナイスクリーム。とりあえず回復しといた。なんでジェリー帰ってきたら、痛いってだから。ちょ。結構普通にダメージ受けるんですけど。リターンオブジェリーじゃねえわ。何かっこよさげに言ってんだよ。褒めよ。褒め続けよ。ジェリーのことは相手してないんだから。ちょ。怖いよー。辛いー。でもこれの方が避けやすい。ちょ、待って、ジェリー。再び。ジェリー再び。あ、
れを置き去りに。ああ、もうだいぶ、全然聞いてくれんやん。あ、なんかトゲ減ったね。え、ちょっと待って、これは、ちょ待って、ジェリー帰ってくんなって、ジェリー帰ってくんなって、ちょ待って、もうダメだ、もうダメだわ私。あー、逃げる方は大丈夫じゃない。つらい。つらいよ。ちょ、待って、私、あれや。ナイスクリームをちょっと買いに。てか、どこ行ったん？あの兄弟一体どこ行ったん？ちょっと。消えたやん。ナイスクリーム、ナイスクリームこの辺じゃなかった。あ、おったおったおった。ナイスクリームください。はい。買います、ありがとう。ってことでちょっと歯回復しておこう。ふう、オッケーオッケー。素敵な一日を。 HP が15回復した。よーし、進みましょうか。とりあえず、なんかあの印がちょっと私にはいまいちよくわからないんだけど、これは関係ないってことよね。犬同士の結婚に注意。犬同士、え、木に隠しカメラが仕掛けてある。どういうこと、どういうこと。この木には何もない。こっちは何もないよね。犬同士の結婚って何？あー、もうめっちゃやん。やめて、これは通ってしまっても通れんやん。いや、普通に通れんかったわ。あ、なるほどね。トゲの上を通ったらダメージを受けるんじゃなくて通れんのや、まず。そういうことか。そういうことなのか。犬同士の結婚に注意。そしてこの隠しカメラ。なんだ？何があるんだ？全くわからないんだけど。とりあえず何もないぞ。雪の中にスイッチが隠れている。カチッ。え、何？あ、もしかしてこれでこのトゲが引っ込んだとかそういうこと？かな？あ！引っ込んだ引っ込んだ。ん？なんか勝手に進んだんですけど、何？誰誰誰誰？これあれじゃない？ハニーとダーリンじゃない？違う？なんか匂うっす。匂いの元はどこさ？匂いの元に潰っす。正体を表しな。そっか、動かんかったら見えんのや。このまんま動かずにおったら大丈夫なんじゃない？うん。匂いの元はここす、奪れてる。マークしたくなるし、やめて、何？おしっこじゃないでしょうね。マークしてやるさ。犬カップルが襲ってきた、やっぱり。なんだなんだ、キスしてんじゃねえぞ。犬っす、犬っさ。何その名前だっさ。またくんくんって何？なんでまたの？なでなで。犬っすはこちらの匂いを警戒して慣れさせてくれない。人間の匂いがするす。うちの店主に何の用さ。何もないです。大丈夫です。あの、あー、やめて。怖い、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 怖い。犬たちは斧を振り回してお互い守ってる。怖っ。斧振り回さないで。またくんくん。犬たちはもう一度匂いを嗅いだ。ふんふん。やっぱり不思議な匂いだと思っているようだ。ふん、何の匂いっす？不思議な匂いさ。うん、どういうこと？何がどう不思議なのかが私にはよくわからないんですけど、怖い。ちょっと待って、助けて。犬たちはもう一度こちらに匂いを嗅いでいる。何の匂い？何が不思議な匂いなのかが私にはよくわからないわ。てか、やられそうですけど。はい、はい、やられそうですけど。あ、ん？青が動いたらいかんのやったっけ？そっか、青か。そういうことか。あ、なるほど、なるほど。転げる。雪と土にまみれて転げ回った。体から変な子犬のような匂いがする。子犬のような匂い？神さんに触るなす。Don't touch me! これ。
死んだ、死んだよ。ゲームオーバーになって諦めてはいけない。アミナ、決意を力に変えるんだ。何、決意を力にって。はい、え、ってことやからとりあえずここのには気づいとった方がいいんかな。隠しカメラ、ウィー、きたー。え、なんかあれは要はあの、なんやっけ、あれってことやろ。あっこのダーリンとハニーって書いとったあの小屋の犬ってことやろ。犬同士の結婚に注意っていうのはあれのことかな。ただ結婚の意味がちょっとよくわからんけど、この罰別に何も調べれんよね。で進んでいきます。はい、来た。死神みたいよね、なんかでもハニーとダーリンっていう名前じゃないんや。マークしてやるさ。犬っす犬っさ。またくんくん。何が不思議な匂いなんかな、全くわからねえ。この攻撃私めっちゃ怖いんだけど。ってか避けれんくね。ああ、もう絶対避けれんやん絶対避けれんやん、怖い。転げる。人間の尻尾を踏みつけてやるっす。人間にも尻尾があるさ。ないっすよ、人間に。白いところに当たるんですけど、犬たちにもう一度こちらの匂いを嗅がせてみたら。またくんくん。犬たちはもう一度匂いを嗅いだ。地面を転げ回ったので匂い対策は万全だった。おお、この匂いは、あんた子犬ちゃんなのさ。子犬ちゃんではまあないんやけど、子犬ちゃんということに。うい、当たった。犬たちはこちらを迷子の子犬だと思っているようだ。なのに攻撃をしてくるのまたくんくん。犬たちはもう匂いに問題がないことを確認済みだ。っていうことはもう何、逃げれるとかそういう。いや、めっちゃ攻撃してくるやん。はい、めっちゃ攻撃してくる。逃がす、なでなで、転げる、なでなで。子犬になでられたっす。私もなでてくれよ。なでてほしいんすか、子犬に。ちょ、怖いんだけど、めっちゃ攻撃されるやん。待って、犬さんも撫でればいいの。てか待って、これさ、ナイスクリームで今日も決まってる。 HP が15回復した。その最初のセリフいります。スリスリコンテスト98で2位、優勝は無理だったさ。何の話、ちょっと、うい、めっちゃダメージ受けるつらい。もう嫌。迷子の子犬と思いながら攻撃をしてこないでよ。犬さんも撫でとこう。これでいい。俺も慣れてほしいっす。犬を撫でる犬。ワンダフル。ワンダフルじゃねえわ。つらいよ。当たりまくるよ。犬たちのハートをつかんだ。あ、やった。これでやっと。ふぅ。犬が犬に撫でられた。その発想はなかったさ。変な犬。サンキューっす。ん？なんか戻ってった。これは一体。なんかスイッチがあるけど。すべての罰を丸に変えた後スイッチを押すこと。すべての罰を丸に変えた後、どういうこと。うえい、びっくりしためっちゃびっくりした。待って、三角になったよ。どういうこと、どういうことね。え、三角になったって。どうやればいいの。あっちに兄弟がいるというのに。待って、帰れんやん。ちょっと待って、どういうこと。これは一体どうすればいいの。どこかなんか押せる岩があったりとか、そういうことはないんすか。うん、押せない。あ、何、俺様の罠をどうやって回避した。しかしそれより、俺が食べる分は残ってるのか。どういう話。スパゲティか。スパゲティについて何と答える。残ってない、残した残した。本当に。うわー、俺様のお手製パスタ残したの。
俺様の分をわざわざ残しておいてくれたの。心配には及ばん。マスターシェフパピルス様がまたいくらでもパスタを入れてくれるわ。ははははなんて読むんあれ。ははいに読めんのですけど、っていうかこの、いや、すべての罰を丸に変えた後スイッチを押せないんですけど。は、押せるやん。普通にできるやん。は、へ、ほ、いけるやん、普通に。オッケー。奥まで入ってしまわんかったら大丈夫だよね。最近兄ちゃんが靴下をコレクションし始めた。嘆かわしい。俺様は時々思う。俺様みたいにイケてる弟がいなかったら、兄ちゃんはどうなったことか。にゃはは。なんなの、もういいな、私。これはもしかしてまた人間。実はね、貴様がなかなか来ないから、このパズルを改良しておいたぞ。雪の塊を動かして、俺様の顔みたいにしてやった。しかも、雪は凍って固まってしまったぞ。だから当然答えも変わったということだ。その上、怠け者の兄ちゃんもここにはいない。要するに何が言いたいかというとだな。全く心配には及ばんということ。偉大なるパピリス様がこの謎を解いてやる。そして二人で一緒に先へ進もう。どういうこと、何協力してくれるの。でもその前に自力で解いてみてもいいぞ。俺様はここでお口にチャックしてみてるから。かわいいな、お口チャック。すべての罰を丸に変えた後、スイッチを押すこと。とりあえず一方通行で行けばいいってことかな。どういうことは？どういうことだ？どう通っていけばいいんやろ。とりあえずどこから通っていけばいいんだ、これは。そこを丸に、なんだ？動いたな。気になるんですけど。こう、ほ、こう。でもこれ2回通ることになるな。三角になった。1個三角になった。ちょっとね、助けて。どうした？ヒントが欲しいのか？このパズルを見ていて俺様は気づいた。これを解くには、すべての罰を丸に変える必要がある。貴様も試してみるがいい。もっとすごいヒントが欲しければ、もう一度話しかけてくれ。さっきのはヒントではない。一つ前のパズルを思い出すと答えを思いつくかもしれないぞ。もっとすごいヒントが欲しければ、もう一度話しかけてくれ。ひらめいた。俺様はパズルの答えが分かったぞ。だが貴様は自力で解きたいかもしれんな。答えを教えてほしいか？本当に教えちゃってもいいか？本当に答えを教えてほしい。うん。活躍の場を。よし、パズルの答えは。頭の中でドラムロールを鳴らしてね。ドルルルルルってやつね。できてないけど。あそこの国にスイッチがあるのだ。さあ、今すぐチェキラ。これかな？違う、こっちか？木の幹にスイッチがある。押してみる？はい。これで？何？どうなったの？パズルの答えが分かったぞ。答えを押してほし、教えてほしいか。え？待って。え？待って。え？どういうこと？このスイッチが何なの？このスイッチを押したから何なの？え？あのスイッチが何なんすか？あのスイッチが何なんすか？ちょっとわかんないんですけど。うん。で？あの、え？どういうこと？やった！解けた！俺様のアドバイスのおかげだ！わーい！素晴らしい！実に見事だ。さては貴様、俺様みたいにパズルが大好きだな。それならきっと次のパズルも気に入るはずだ。貴様には簡単すぎるかもしれんがな。にゃっは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 。何なんだ結局。なんかすごい楽しんでるな。あ、どうも。あっという間に解いたな。お見事だぜ。オイラが助けるまでもなかったな。助かったぜ。オイラ基本的に何もしたくないから。なんかして。なんかしてよ、お兄ちゃん。なんかめっちゃモザイクじゃない。何事？来た。さっきの人間だ。貴様は絶対にこのパズルを気に入るはずだ。何しろかの有名なアルフィー博士が発明したんだからな。誰？アルフィー博士。この灰色のタイルはスイッチを入れると色が変わる。タイルは色によって違った効果を発揮するのだ。赤いタイルは通行禁止、つまり通れません。黄色いタイルは電撃ショック、踏むと感電するぞ。緑のタイルは警報装置、うっかり踏むとモンスターと戦闘になる。
オレンジのタイルはオレンジの香り、踏むと体が美味しそうな匂いになるぞ。青いタイルは水のタイル、泳いで通っても構わん。ただし体がオレンジの匂いになっているとピラニアが寄っていて噛みつくから注意だ。それと青いタイルが黄色いタイルの隣だと青いタイルを踏んだ時も感電するぞ。ちょ待って、ルールが多すぎてわからない。紫のタイルはツルツル滑る。てかタイルの種類多すぎない？踏むと隣のタイルに強制的に降りてしまう。ただしツルツルの元になる石鹸はレモンの香りなのだ。ピラニアはこのレモンの香りが大嫌い。つまり紫と青の組み合わせはセーフということだ。そして最後にピンクのタイル。ピンクは踏んでも何も起こらない。だから好きなだけ踏むといい。どうだ、わかったか？わからん。そうか、ではもう一度説明しよう。やめて、説明しなくていいよ、もういいよ。ちょっとよくわからないから。茶色？待って、茶色のタイルはなかった。紫のタイルはレモンの香りで。そういえばどうして黄色がレモンの香りじゃないのかな。待って、緑と青の説明が逆だったかも。青の方が水だからね。でピンクのタイルは、ピンクはなんだっけ、通っても大丈夫なやつやろ。ピンクは、そうだ、ピンクは踏んでも何も起こらない。よし、どうだ、これで少しは理解できたか。余計わからん。じゃあわかった、こうしよう。とりあえずこのパズルは貴様が一人で勝手にやれ。ここに説明書を置いておくから自分で読んで、そんでルールがわかったら自分でスイッチを入れて、自分のペースでいいから。じゃあ頑張って。にゃっはっは。何その乾いた感じ。え、ちょっと説明書を、説明書こっちにくれないと、そこに置かれても無理なんですけど。え、てかどういう、何？ピンクのタイルも何もないけど、どこ踏んでも大丈夫なんやけど。スイッチ入れてないんじゃね？あ、消えちったわ。話しかけてないけど。作動していないようだ。ですよね。何？犬。なんかこの世界犬多いね。可愛いけど。中を覗くと床に犬印レーズンの箱が見えた。犬印。犬に注目。なでなでしてくだっちー。してくだっちー。かわいい。犬はぼんやりと雪を見つめている。彫刻が出来上がるのを待っているようだ。勝手に出来上がるのこれ。勝手に出来上がるんですか。誰なのあれ。あの犬は完璧な雪犬が完成するまで決して諦めないだろう。雪犬とは。そう思ったら決意がみなぎった。雪だるま的なものかな。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかさ、パズルが解けなくても全然通してくれるしさ、なんかフィールド上に出てくるキャラクター、なんかよくわからんもんばっかりだよ。楽しいね。結果、楽しいね。